当に綺麗だから。すごい。うん、ギャラクシー S6 エッジ、ソフトバンクから。本当に夜景って飽きないですね。うん、ここからの放送は積水ハウスと御覧のスポンサーの提供でお送りします。この星、この時の秋も冬も今もあの街にあの家に心を抱える。家に帰れば積水ハウス。捜索中、草で覆われた不自然なポイントを発見。何かが隠されているのだろうか。Good girl. Good girl. 何も興味を示さない。その後3時間にわたり、ユキちゃん行方不明現場付近の捜索を行ったが、K9が反応することはなかった。だがこれで 100% このエリアにはユキちゃんがいないと判断できる。そこで捜索エリアを拡大、行方不明現場北側の森と池の反対側まで広げる。そして捜索から1時間後、森の北側で K9 が反応を示した。北側の森を奥へ進むと、そこは上り坂になっており、その先は逆に山を下る地形となっていた。その斜面を下っている時のことだった。いや、K9が足を止めた。何かあるのか。ハンドラーの元へ戻る K9。 何かあるかもしれない。我々には判断できないが、今のが匂いを探知した際の行動なのだという。興味は持ったんですが、反応としては弱いものです。ちょっとまだ分かりませんが、以前もこれくらいの反応で遺体を発見したことがあるので。衣服の一部かもしれない。ただ誰かが怪我をして血を流した場合にも反応するので、まだ何とも言えません。だが K9 は掘った穴には興味を全く示さなくなった。一体どういうことなのか。風が斜面の下から吹き上げているので、匂いが運ばれてきている可能性もあります。この場所を念のためマークし、その先の斜面を降りてみることに。だが、おい、来たら危ないぞ。この先は危険だ。ここで待っていてくれ。我々がいる場所でも実はかなりの急斜面。まずは2人だけでその先へ向かい、捜索ができるかどうか写真を撮ってくるという。斜面の下には一体何が。およそ30分後2人が戻ってきた。屈強な彼らでもかなり体力を消耗しているようだ。しかし K9 を連れてここを下るのはあまりにも危険だという。一体どうすればよいのか。
捜索には急斜面が立ちはだかる。だが、ユウキちゃんの捜索を諦めるわけにはいかない。レスリー、君が捜索した場所で反応があったそうだが。キアヒを連れて行った時、急斜面の上で反応を示しました。あの辺りに何かあると思います。下から上がってくる匂いに反応したとも考えられます。急斜面の下には小川と池があり、排水溝もありました。人が立ち入ることができるルートがあるはずです。上にユウキちゃんがいて下の方に運ばれた可能性はあると思います。小川があるので急斜面の下へ流されたとも考えられます。では別のルートを探して急斜面の下を捜索する。この場所にユウキちゃんの手がかりが。急斜面の下の池までつながる小川は、行方不明現場の池から流れていることが判明。K9 が反応した急斜面の下にある池を目指す。遊歩道から外れたこの場所には人が立ち入ることはほとんどない。山の途中に本部を設置。スナイダー氏の指示のもと、 K9 は急斜面の下へと進む。するとおはようございます。ユウキちゃんのご両親が現場へ駆けつけた。皆さんの大切な時間と力をお借りしてここまで探していただいたということは大変ありがたいと思っております。何の手がかりもないまま10年、今回 K9 に一縷の望みをかけているのだ。結構滑りますよ。そこは道なき道。これでも比較的安全なルートだ。目的とする池に向かうには今のところここしか見当たらない。歩くこと40分、目的地である急斜面の下の池に到着した。キアヒ、チェックだ。 K9 は水中にあるものでも探知できる。だが何もないようだ。これからさらに下へ進みます。この後予想外の展開が待ち受けていた。おもてなしセレクション金賞受賞。そのメガネが完成するまで200工程、そのメガネが繰り返す耐久テスト2万回、そのメガネが誕生するまで200日、メイドインジャパンの誇りを込めてゼログラメガネ市場。サクセス。気になり始めた抜け毛、諦めるか戦うか。新育毛トニック登場。浸透性アップ。独自の有効成分 T フラバノンが毛球を大きく育てて抜け毛を防ぐ。大きい毛球は抜けにくい。サクセス育毛トニック新発売。朝にも夜にも。ダイハツ。ママ見て、ちゃんと前見て、ほら危ない。思わずハッとする車線のはみ出しを警告してくれるスマーシ2搭載新タント。ほらよそ見しない。ダイハツスペシャル10 days でウィッス。ダイハツ。あんちゃん何その車。どこでも休めるようによ。あんちゃん、なんだこの車。ウェイクだよ、どでかく使おう。ウェイクだよ、10万円キャッシュバックだよ。あんちゃん。ユウキちゃんの手がかりを求め、捜索隊は山の奥を進んだ。大丈夫か。一番険しいので気をつけてください皆さん。この先無理だったら無理しなくていいって言ってる。 You can make that decision. We don't have to go far. I mean, we can stop here. せっかくここまで来たんだ。行けるところまで行くさ。
10年の間に遺体が上から下へ流れた可能性がある。小さな小川でも大雨などで何度も増水していれば骨は流されるという。手がかりはこの先にあるのか。キヤヒ、待て。はい。山の反対側まで来てしまったようだ。たどり着いたのは行方不明となった現場のはるか北。この先はさすがに進むことはできない。だが今日はここまで一度も反応しなかった K9。 そこで別の K9 を投入。昨日キヤヒが反応したポイントへ向かい歩かせてみることに。すると突然走り出した。やは、この周辺に興味を示している。キヤヒと同じようにヤハもこの場所に興味を示しました。先に行きたがっていますが危険なので本部と相談させてください。2頭の K9 が同じ場所で反応した。何らかの人間の血液や細胞に反応したと言えるだろう。とにかく人間の何か。人間の何か。 K9 は人間の体液と刺繍に反応する。ゆうきちゃんのお母さんはただ足早にその現場へと向かった。その頃ゆうきちゃんのお父さんに捜索場所を説明すると意外な真実が判明した。ここは多分行ってないでしょう、ね、行ってないですよ ね, ね, ね。楽器の下はなんか後で行ったということを聞いたことありますけど、はい、そのちょうど中腹みたいな、だんだんとか行ってない。あ、多分行ってないでしょう。行方不明当時、実はこの急斜面だけは捜索隊も降りていないのだという。下の池では反応がなかった。つまりこの急斜面の中腹から匂いが発生していることになる。だが一体どうすれば。僕とジョン、 K9 のお互いをロープで結びカバーし合いながらゆっくり降りていくしかない。お互いをロープで結び K9 をサポートしながら降りていく。最後の望みを K9 に託す。一体何が見つかるのだろうか。 Good luck, guys. Good luck. Hold on, hold on. 大丈夫だ、スモン。 It's okay, baby. It's okay. 急斜面に足を取られ思うように前へ進めない。もはや歩くことですらも難しい。キヤヒ、おいで。仕事だよ。キヤヒ、おいで。すると、キヤヒが進まない。斜面の中腹で K9 が足を止めた。人生になる家、ニュー伊豆シリーズ誕生。もっと素敵な暮らしへ、ニトリのトータルコーディネート。お、値段以上。ニトリ。
屋に自然素材をニトリで涼しく暮らすお、ねだん以上。ニトリ。汗をかいても私は張り付き怖くない。生まれ変わったハミングファイン柔軟剤で初めてドライ効果をプラス。汗をかいても張り付き防ぐ、さらっとドライ。アース、サラッサラの着心地革命、新ハミングファイン誕生。エレベーターは進化している。これまでにない高みへ。より速く、より心地よく。メンテナンスに求められるのは高さに負けない技術と、そこを自分たちが守っているというプライド。それは日本一の高さを誇るビル、ここアベノハルカスでも。社会を支えるメンテナンス、三菱電機ビルテクのサービス。赤い傘の女を探してるんじゃありませんか。俺たちが想像もできないぐらい深くて暗い心の闇があるって気がするんだ。彼女の闇の中に乱入する時かもしれないな。キヤヒが進まない。これ以上は降りれない。犬が怖がってしまい、これ以上先へは進めません。人間が100人こうやって、はい、100人横一列に並んで探すとかっていうことやっても、はい、10年経っているので骨だと見分けがつかなくなっている。そして人間が見ても木の枝のようにしか見えない。人間の骨なのかどうか K9 の嗅覚で判断するしかない。無数に落ちている木の枝、これら全てを一つずつ確認することは確かに難しい。本部、こちら捜索隊。これ以上の捜索は危険と判断。残念ですが中止します。その時誰もが言葉を失っていた。この場所で5歳の時にタケノコを探しに行ったユキちゃん。あれからもう10年という長い年月が過ぎてしまったのだ。お約束していた10年後のユキちゃんの似顔絵をお持ちしました。変わるんかな、10年経って。難しい、顔が細身かなと思ったんですけど。いや、上はね、なんか私に似てるから、もうちょっとあれかな、釣り上がってるのかなと思ったけど、なんかすごい優しくなる。その目は、優しく微笑んでいた。今回の捜索では見つけることができなかったスナイダー氏。ありがとうございます。今後も捜査の協力をしたいと両親に伝えた。大西優希ちゃん、今年15歳である。この放送は積水ハウスと御覧のスポンサーの提供でお送りしました。真実はいつも一つ。全力脱力タイムズ。ガストのチーズイン、4種のチーズがはみ出てとろけて絡まるの。ガストのチーズイン、ガストのチーズイン、ガストで今だけ399円。えガスト。青い空の果てで僕たちはどんな景色と出会うだろうか。圧倒的ビジュアルと広大な世界で送る王道スマホ RPG。
君と紡ぐ空の物語、グランブルーファンタジー。クマキラーから緊急発売です。緊急発売、これです。効き目プレミアムシリーズですね。その効き目はすごすぎて CM では表現できません。驚きの効き目です。効き目プレミアムシリーズ、 CM では表現できないんです。クマキラー、いいだろう。私は特別なんです。オリジナルチェキを抽選で1000名様に、オリジナル文房具セットを抽選で2000名様に、塗り絵を全員にプレゼント。よし、旅行行こう。今年の夏はエース JTB で特別な国内旅行。メンマのタケノコの穂先だけ、穂先メンマ柔らぎ、歯ごたえしゃっきり柔らかで、あどなた様にも合いますよ。桃屋穂先メンマ柔らぎ。ねえママ、ハワイ行きたいね。今回思い切り豪華に行こうか。美味しいものも食べたいし。よし、パートしよう。それならバイトル、地元のパート情報がいっぱいだよ。パートもバイトもバイトル。お久しぶりです。何やってんの。トップのスタイルで見た目年齢変えてみませんか。セグレタは張り腰補給処方、洗うたびトップふっくら、毛先まとまる、ふっくら跳ね返ってくるみたい、若々しく見えますね。セグレタふっくらボリューム。ガンホー、進化して進化して進化して、ダンジョンも進化、進化し続けるゲーム、パズドラ。オマル選びはどうあるべきか。スタンダードなクマオマル、洋式タイプのスワルオマル、長く使えるスリーウェイオマル、とことん考えて作りました西松屋のいろんなオマル。子育てを応援、西松屋。UV エッセンスの17歳の女子高生が、安全なはずの自宅で何者かに殺された。白昼堂々犯行に及んだ男は現場に多くの証拠を残した。だが未だ未解決。そこで元 FBI 捜査官が緊急来日、謎多き事件を完全プロファイリング。衝撃の新事実が。下着姿の写真送ってくれとか。被害者の知られざる素顔、新たな犯人像が浮かび上がった。わずか20分で5歳の女の子が森に消えた。周りにはおよそ60名もいた囚人監視の中、一体なぜ。全米行方不明者捜索組織ファインドミーが緊急来日。幼女失踪のミステリーに迫った。そして世界最強の捜索犬 K9 が日本初上陸。30年前の人間の刺繍を嗅ぎ分けるという。行方不明から10年、その痕跡がついに浮かび上がった。最強 FBI緊急捜査スペシャル、日本未解決事件完全プロファイル。現在日本全国に未解決事件が何件あるのか皆様ご存知でしょうか。実はこれだけあるんです。被害者の方たちには愛する家族がいました。その家族たちは一体何があったのか、真実を知りたいと願っています。このまま事件を風化させるわけにはいきません。そこで我々は新たな視点から事件の真相に迫るため、世界最強の捜査機関 FBI や失踪事件のエキスパート集団ファインドミーのノウハウを結集、優れた
プロファイリングで新たな犯人像に迫ります。最初の未解決事件は、安全なはずの自宅で命を奪われた女子高生。謎に満ちた事件をプロファイリングします。これはある高校の文化祭の映像。北口さとみさん、当時17歳、勉強とアルバイトの両立に励むどこにでもいる女子高生だった。だが彼女は最も安全なはずの場所で命を奪われてしまう。さとみさんは自宅で首や胸などを10カ所以上刺され殺害されたのだ。この事件で犯人の足跡や指紋、目撃者による似顔絵など多くの重要証拠が残された。しかし事件は発生から11年、今も未解決のまま。なぜこれだけの証拠がありながら犯人逮捕に至らないのか。不可解な未解決事件を最強 FBI が完全プロファイリング。謎多き事件に迫る。凄惨な事件の舞台は広島市の西隣、廿日市市。明日のテストとか本当ありえない。2004年10月5日。じゃあまた明日ね。バイバイ。この日さとみさんは試験のため普段より3時間ほど早く下校していた。午後1時過ぎ。ただいま。おかえり。おかえり。両親は仕事に出ていて、自宅には祖母と小学生の妹だけ。さとみさん